何ですか？何ですか？いただきます。はい、赤目入れすぎたラーメンみたいなとる。うん、うん、ごちそうさまでした。雨や上に行くのか行くのかいたのか。最近オルビスの化粧品を買いました。あ、待って、洗濯物が。かわいい、シンプルでおしゃれ。 U ドットシリーズの化粧水と洗顔と保湿剤、保湿液を。みんなパッケージがすごいかわいい。パケ買いってわけじゃないんだけど、最後の一手はパケ買いかな。パケ買いやん。こんな感じのシンプルなデザインがかわいい。この蓋が、これがクリームなんだけど、蓋のなんかなんていうの、この七光みたいな、ミラー系っていうのかな。すごいここが可愛いなと思って。洗顔はこれです。昔ホワイトってやつを使ってて、それがすごく良くて、久しぶりにオルビスを使いたくて買いました。でこれ昨日一回使っただけなんだけどね、めちゃくちゃ良かった。これやばい、肌にゆで卵の膜ができたみたいな。え、褒めてます。すごく良かったです。楽しみ、今日も使うの。じゃあちょっと買い物に、食材を買いに行こうかな。来たもの紹介します。開かない、やばい、ネギ臭いよ。あ、しかも袋破れてる。牛乳、カバナシウインナー、3個鍋、白菜、エリンギ、違う、えのき、木綿豆腐、熱いって、冷凍ブロッコリー、ホタテ、ネギ、チーズ、鶏胸肉、もう一袋ある、小松菜、舞茸、糖質ブレッド、トマト、レタス、平日1週間ぐらいの食材。あと100均で買ってきたんだけど、コットン入れ、プチまな板、プチザールボール、はい、そう、キラキラしてる曲げゴム、かわいい。と髪乾かす時に挟んで、そのままシューって、重曹クリーナー、よくあるプラスチックみたいなやつ、掃除用のブラシ、ノミ袋、フォークとナイフ、超重かった。